こんばんは、ジュリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はい、であなたの恋愛を成功させたいのであれば、タイミングっていうものをしっかり測ってアプローチしていただきたいんですね。で、タイミング次第で恋の行方、要は成功するかそうではないかっていうのが変わってきます。で、今回はですね、恋愛が成功するベストなタイミング5選ということで、北星学園大学の栗林教授だったりとか、あとは広島大学の、調査結果を含めてお話をさせていただきたいと思います。この動画がいいなって思っていただいたら、チャンネル登録と高評価の方もお願いします。概要欄から LINE のお友達を募集してます。こちらお友達になっていただいた方には3つのモテる動画を無料でプレゼントさせていただいているのと、この YouTube よりももっと詳しい話をさせていただいているので、よかったらお友達になってください。はい、では恋愛の成功するベストなタイミング5選、まず1つ目、曜日と時間ですね。いつ何曜日の何時ぐらいに告白をすればうまくいくかというと、木曜か金曜日の夜に告白をしてください。なんで木曜日か金曜日がいいかっていうと、やっぱりね、木曜日とかって、まあ、月火水木って結構走ってきて、大体ね、月曜日は忙しくて我を忘れる仕事するみたいな感じで、水曜日にほっと息をついて金曜日の週末に向けてちょっと寂しいなっていう気持ちが出てきたりとかするんですね。で、金曜日は明日お休みなのに今日の夜何もないなんて寂しいとか思ってくる時なんですよ。なので木曜とか金曜とかって結構寂しいなっていう風に思う人が多かったりします。なので木曜か金曜の夜は成功しやすいっていう風にデータの結果で出ております。なのでそこを狙ってみるのがいいかなって思います。はい、そして2つ目、時間帯ですね。告白する時間帯なんですけれども、深夜の方が告白 OK しやすいって言われてるんですね。まあ、大体12時以降、12時から5時とか結構深夜ですよね。これね、まあ物理的に合ってるというより電話とかそういう時になっちゃう可能性が高いかなって思うんですけど、これもまた寂しい時間帯ですよね。なのでその深夜にする方が確率がいい。ただね、ちょっと遅すぎるとそのね、常識がないとか思われちゃう可能性もあったりするので、まあ、それはね、ちょっとケースバイケース。ただ電話とか、たまたまその時間に電話できたとかだったら、そこを狙ってみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、そして3つ目、同じ相手に2回以上告白すると一定以上の効果があると言われています。で、1回目の告白で諦めちゃう人がすごく多いんですけど、私は昔から何回か告白3回しろとは言ってるんですよね。で、なんでそれがいいかっていうと、人って偏方性の法則っていうのがあって、好意を見せてくれたら好意を返さなきゃいけないっていう風に思う生き物なんですね。好きですって好意じゃないですか。それに1回好意を断ってしまった、ちょっと悪いなって思っている、だけどもう一度好きって言ってくれたっていうのは、なんかあ、お返ししなきゃな、でこの人いい人かもっていう風に思う可能性があるということなんですね。で、特に女性っていうのはあなたの熱意という風に捉える人もすごく多いかなと思います。まあ、ただ言い方とかあの手この手でいかないとちょっとね、ストーカーとか思われてしまう可能性もあるので、まあ、そこら辺はちょっと上手にやっていただきたいなっていうところはあるんですけれども、あの手この手はしつこくないんです。あの手好きです付き合って、好きです付き合ってってしつこく言うから怖いって思われるだけで、好きです付き合ってくださいってストレートに言ってダメだったら理由をつけて告白するとかね、そうやっていろいろ工夫をしてアプローチをすれば、それは誠意に変わるんですね。なので誠意に変わる告白をぜひね、2回以上していただければなと思います。はい、そして4つ目、お腹がいっぱいの時に告白をするとうまくいきやすいと言われています。これね、男性と
女性ね、結構逆の時もあったりするんですよ。男性ってお腹が空いていても別にそんなにねイライラしなかったりすると思うんですけど、例えば仕事が忙しかったら時間を忘れて気がついたらお昼ご飯食べてないなんて人もね中にはいるんじゃないかなって思うんですけど、女性っていうのはお腹が減っていたらお腹が減っていることしか考えられない人ってめちゃくちゃ多いんですよね。で、私も本当にね会社員になった時はもうご飯のことを考えてました。ずっと例えばデートに行ってお店の予約をしてなくてお腹が空いているのにどこ行っても入れないみたいな経験もありますけど、そうするとお腹が減っていることにイライラしてるんだけど、お腹が減っているのを満たしてくれないあなたに対してイライラしてるんだなっていう風に脳みそが誤認識をするんですね。なのでちゃんとお腹を満たしてあげてください、女性のね。はい、そしてお腹をいっぱいにしていい気分にした後に告白をするとうまくいく可能性がすごく高くなるかなと思います。はい、そして5番目、夏ですね。で、新しい恋の6割は夏に生まれるって言われてるんですよ。で、夏ってやっぱり開放的になる、まあ、冬も寂しい夏は開放的みたいなね。で、結構夏に、妊娠する可能性とかも多いとか言われてるんですね。で、まあ、開放的になってでなんか恋してほしいなと思って付き合えるみたいな可能性もあるので、これからね夏に向けて暖かくなってきますので、女性もね彼氏欲しいとか開放的になるとかで遊びたいとかいう欲求が、遊びたいっていうのは一緒にね彼と一緒に遊びたいっていう欲求が出てくる季節も近づいてきますので、今から仕込んでぜひね告白もしていただければなと思います。はい、ではおさらいしますね。恋愛の成功するベストなタイミング5選。まず1つ目、木曜か金曜日の夜に告白すると成功しやすいです。2つ目、時間帯は0時から5時の深夜に告白をすると成功しやすいです。3つ目、同じ相手に2回以上の告白をすると一定以上の効果があります。そして4つ目、お腹いっぱいの時に告白をすると確率が上がります。そして夏に告白するとまた成功率が上がりますので、これからぜひしっかり準備をしていただければなと思います。はい、ではおしゃべりコーナー行きたいと思います。皆さんに質問です。雨の日ってどんな風に過ごしてますか？最近ちょっとね天気が不安定だったりとかあると思うんですけど、雨の日ってどうやって過ごしてますか？結構ね私は雨の日関係ないんですけど、やっぱりテンションが晴れの日よりはちょっと落ちてしまうので、雨の日はあえてちょっと外に出るとかね。で、晴れの日はやっぱ光が部屋の中に入ってくるので、それだけでもちょっと気分が浮いたりするんですけど、雨の日はずっと家にいてもなんか寂しいなみたいになっちゃったりするので、あえてカフェに行ったりとかしてます。皆さんはどう過ごしてるか、ぜひねこれも練習だと思ってアウトプットコメント欄にしていただければ嬉しいです。はい、ではですね、概要欄から LINE のお友達とメッセンジャーのお友達、そして無料のオンラインサロンクラブハウスのお友達を募集してます。たまにやるゲリラライブのご案内だったりとか、YouTube よりも詳しい話をさせていただいてますので、よかったらお友達になってください。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。